な音楽のジャンル、いろいろロックとかブルース、ファンク、ミュージック、レゲエとか、いろいろこう音楽というものにはいろんなジャンルというものがあるんですけども、それを各一つ一つドラムスパート、リズムパターンが一体どんなリズムパターンがあるのか、こちらをご紹介したいと思います。それに加えてですね、このチャンネルでは僕がやってるこのドラムプレイと作曲を主にやってるんですけども、これが人の脳みそだったり心、精神的なもの、体にどのような効果があるのかっていうことも一緒にご紹介しているので、各ジャンルごとのドラムビート、これが一体どんな効果があるのかっていうことも一緒に交えながらご紹介したいと思います。そもそも音楽というもの自体がですね、人の脳みそを活性化させたり、ストレス軽減になったり、心配事を減らしたりとか、いろんな効果があるってことが証明されていますので、詳しくは下の説明欄のリンクに研究内容がリンクで貼られていますので、そちら参考にしてもらえればと思います。で、今回はですね、ラテンミュージック、こちらをご紹介したいと思います。ラテンミュージックというとメキシカンですね、メキシコ、もしくはスペイン系ですね、スパニッシュのミュージックなんですけども、あまり日本のアジア圏の方には馴染みがない感じです。こう南米の方、スパニッシュ、スペイン語を話す方がメキシコが主流ですね。僕がロサンゼルスにいた時は人口の半分がメキシカンだったので、結構 LA でも学校で中学高校とかでこうラテン語、スパニッシュを義務教育されているので、学ぶ機会もあるみたいで、やっぱりメキシカンの方と触れ合うことが多いんですね。で、街を歩いてても、メキシカンミュージックがこう流れてたり、週末になるとメキシカンの家ではパーティーがよく開かれてて、ずっと24時間メキシカンミュージックが流れてるみたいな、そういうことが多かったので、結構触れ合うことが多かったです。この音楽は結構特殊なリズムで、これをマスターするっていうこともすごく広がりがあると思います。表現にも広がりがあるし、こういろんなことを勉強できるいい機会だと思うので、ぜひ興味ある方試してみてください。で、なぜこれをやるといいのかっていうと、その効果がすごい偉大ですね。レゲエとか南米のミュージック、ラテンミュージックだったり、ボサノバ、サンバとか、こうアジア圏、自分たちには馴染みのない音楽を学ぶことによって知的好奇心が刺激されます。こう新しいものをどんどん開拓したり、知ろうとする意欲だったり、好奇心を持って興味を持つことで、これを持つことがですね、人間のエンドルフィンという物質が湧き出て、これで幸福感をもたらしたり、こう人生においてこう成功しやすいっていうことも言われているので、こう何事も日々勉強です。こういろんなことに興味を持って、興味がないってこう突っぱねたり、こう面白くないとか言ってると、ずっとそのままの状態になってしまうので、どんなことでもいろんなことに興味を持ってまずやってみる。好き嫌いしてるとずっとうまくいかないままなので、で、なんでうまくいかないんだろうってずっと迷ってても、それはそういう興味を持たないという姿勢ですよっていう話になるので、ぜひですね、この機会を利用していろんなことにチャレンジしてみるってことをやってみてください。それでは、ラテンミュージックの一番基礎のチャチャというフレーズ、こちらからいきます。こちらですね、これは比較的簡単でベーシックなリズムパターンですね。ただ特殊なのは、やっぱりロックミュージック、ポップスに慣れてる日本人、アメリカ人、イギリス人とか含めてですね、こう 4&4 のこのリズムパターンに慣れている、癖のついている方は、例えばこう 4カウントをするときに、ベースドラムが1拍と3拍で、スネアが2と4っていう風になっているんですけども、このチャチャ、ラテンミュージックのこのリズムパターンは3でスネアと同時にキックドラムス、これが同時に来てるので、ここら辺を掴むのが結構手こずったりします。まずは一つずつ解説していきます。普通の8ビートですね。で、ここで気をつけてほしいのが、ロックミュージックではないということ。ロックみたいに、というふうにはならない。こう、とてもデリケートで、
そしてベースドラムのパターンは、このパターンですね。ゆっくりやってみましょう。これがチャチャですね。次はマンボウです。これはちょっと複雑になってきましたね。これを、ブレイクダウンしたいと思います。まず右手のリズムは1 2 3 4、こちらですね。あ、で、一つ言い忘れてましたけども、このラテンミュージックで結構重要な役割をするのはカウベルという楽器なんですけども、持っている方は知ってると思うんですけども、カタカナのコの字状の叩くとコンコン鳴る、パーカッションの一つなんですけど、これ持っている方は、そちらでやってもらって構わないです。僕はちょっと持ってないので、ただ普通のラテンミュージックでも普通のドラムセットで演奏しているので、このライドシンバルでも、代用できます。このライドのカップだったり、やってもらって構わないです。で、左手はこういうパターンですね。キックドラムス、これをまず両手だけ組み合わせてみましょう。こちらがマンボウです。というわけで、メキシカンミュージックリズムパターンの前編をご紹介しました。あと3つパターンが、オーソドックスなパターンがあるんですけど、こちらは、また次回、ご紹介したいと思います。ぜひですね、このラテンミュージックパターンをですね、知ってみるっていうことだけでも好奇心が刺激されて、自分の生き方とか人生にですね、すごい影響を与えられると思うので、ぜひ皆さんもぜひ興味を持って、こう自分から興味を持ってやってみてください。興味を持つ、興味がないから、興味があるなしではなくて、興味がないからやらないっていうのは、とても自分の人生において損をしているので、ぜひやってみてください。僕も最近までこう効率のいい合理性を求めた
仕事の仕方だったり、そっちの方が絶対にいいと思ってたんですけども、脳を活性化したり頭を良くするっていう、こう知能を活性化するっていうことには、こう無駄なことから学べることっていうのも、あるんじゃないかと、こうそういう好奇心を持っていろんなことにチャレンジ試してみるっていう、この実験的な要素も実は脳を活性化させるっていうことが脳科学者の間では証明されてます。例えば何かこう仕事とかいろんな自分のやってることに行き詰まった時、レオナルド・ダ・ヴィンチも、モナリザをこう一回置いてプリズムの研究をしたように、こう何か行き詰まった時に、全く違う分野の別のものをやってみるっていうのも、一つのやり方だと思うので、ぜひ試してみてください。それではまた次回お会いしましょう。